はい、どうも、つよしボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しするのは、心霊アパート。心霊アパートなんですけれども、はいはい、僕が体験した話なんですよ。自分が、うん。うん、体験した話なんですけど、僕ね、東京出てきて、うん、で、初めて体験した心霊、うん、まさかその自分が住んでるところで体験したんですよね。それまではじゃあしたことなかった心霊体験出てきてからはしてなかったですね。へぇ、うん、なんか18でできて19でそこ住むんですけど、そこがかなりヤバくって、うん、それまでの1年間結構心霊スポットとかも行ってたんですけど、うん、何も起きず、うん、起きたのが初めて起きたのがたまたま住んだその場所だったんですよ。家なんだ。うん、家なんですよ、うん。だから19の時に引っ越し先探してまして、うん、でなんかね、急に引っ越せって言われたもんだから、うん、3万ぐらいしか持ってなかったのよ。手持ちを。手持ち。うん。うん、貯金がないってこと。貯金もない。おぉ、やばいじゃん。3万しか持ってなくて。どうすんのそれ。でなんかよくしてくれた不動産屋さんがいまして、うん、でその人にすいませんと、うん、急にちょっと追い出されちゃって、うん、3万しか持ってないんですよね、みたいな。うん、これどうにかならないですかねみたいな言うたんですよ。ならないでしょ。そうそう、どうにもならんですよと。3万円じゃすみません、ちょっとこちらとしてもお貸し出しできるところがないんですよね、うん、みたいなこと言われて。商売ですから。だすそこなんとか、まあ、どこでもいいんですよ、どこでもって言うたんですよ。うん、そしたらその時に、まあ、その不動産さんが、うん、じゃあここならって言って紹介してくれた場所があるんですけど、うん、問題がある部屋なんですよねとかって言うんですよ。問題ね、うん、でまあ12、3年前ですから、その時に事故物件っていう言葉を使ってたかどうかってあんま僕ちょっと覚えてないんですけど、うん、なんかほんまにちょっとよくあんまり実は紹介したくない場所なんですよねとかって言うんですよ。そこやったら3万円で貸し出しできるって言うんですよ、うん、結構安いじゃない。てかもう選択肢がないからね、うん、まあね、公園で住むかそこで住むかしかないから、そうそう、うん、ほらまあ、うん、行きましょうって言って行くんですよ、うん、そしたら、うん、駅から歩いて5分の場所なのよ。超近いの。いいじゃん、うんうん、で1階の角部屋なんですよ、2階建てのね、うん、アパートで。でも悪くない、ね、そうそうそう、うん、おーいいじゃんと思って、うん、でこれ何が悪いんですかって言ったら、うん、いやまあ住んでる方がどんどん引っ越していかれるんですよねみたいな。おう、うん、あそうなんですか、ね、確かにちょっと薄暗いんですよ。建物自体はね、すごい立地はいいし日も差す場所なんですけど、うん、なんか薄暗いんですよ、うんうん、私ちょっと気持ち悪いけどまあまあでもお金ないしここしかないし、うん、ここ住んじゃいますって言ってそこ借りたんです、契約したんですね、うん、で、まあ、1日目ですよ、住み始めてね、はいはい、物ももう入れちゃって、はい、住み始めて、うん、で新しい部屋やとウキウキしてるんですよ。で僕深夜ラジオが大好きなんで、いまだにね、伊集院さんのラジオね、その時も聞こうと思って1時から3時ですから、うん、夜中のね、うん、聞き始めるんですよ。やっぱリアルタイム、その頃はね、そうそう、リアルタイムじゃなくてほぼ聞けなかったからね。そうそうそう、ラジコがないからね、そうそう、聞いてたら、うん、なんかゴンゴンゴンってなんか壁殴る音聞こえるんですよ、うん、えっと思ってふって撮るんですよ。やっぱり、ゴン、ゴン、ゴンって言ってるんですよ。うん、え？なんだろうね。で、そこの場所っていうのが、まあ、駅地下っていうのもあって、うん、結構ね、酔っ払いとか、大学があったりするんで、うん、若者とかがうろうろしてるんですよ、朝方とかでもね。うん、だから、多分飲み屋とかで、酔っ払って若者が、なんか、うちの部屋叩いてんちゃうかなと思って。まあ、ありそうな話よね。うん、そうそう。だからもう、ちょっと注意しようと思ったんですよ。おううん、ちょっと勇気いるけどね。まあちょっと勇気いるけど、うんうん、まあその時僕生きてたから。10代で。うん、10代で、ね。とんがってたから。その時の格好っていうのがね、和柄に坊主って。めちゃくちゃ影響がえぐい。松本さんに。松本さんの影響が一番痛いやつ。うん、そうですね。竜入ってる。一番痛いやつ。和柄の服には坊主だったんですけど、でまあ出て。はいはい。で、なんやねんって言いながら、ちょっと怖い。たまるからね。うん。うんなんやねん、おい、こんな時間にはって、うん、って伝えてる方を覗いたんですよ。うん、そ誰もいないんです、そこ、うん。室外機がポンとちょっとあるだけ。うんうんね、で暗くって、えと思って見てたんですよ。なんもない空間をね、うんうん、ずっと見てたら、またゴツ、ゴツ、ゴツって聞こえるんですよ。音は聞こえんの？これ叩かれてる、やっぱりと思って。うん、だから見えない何かが、うん、部屋叩いてるぞ、これと思ったんですよ。うん、あ、これが、不動産屋さんが言ってたやばいことやったなって。ああ、なるほど。うんうん、
でその時僕が思ってたのが、うん、まあ霊も大好きだし、うん、そのちっちゃい頃からね妖怪とかも大好きだし、うん、まあ家叩かれるぐらいのことやったらええかなと思って、まあ、ね、まあやったらすごい怖いんでしょうけど、ね、うん、人によってはもう即出るって言いかねないけど、うん、そう、まあ僕の中ではその物語とかね、うん、あの本の中でよく聞くような体験談だったから、まあね、そうだね、ちょっと嬉しさもあったのかな当時、うんうん、怖さもあったけど、まあ絵はこんぐらいやったらと思って、うん、3万円で住めるからね、うんうん、まあそれに比べたら、そう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 、大したことない、深夜にゴンゴン鳴らされるぐらいやったらええわと思ってまた戻るんですよ、うん、そしたら毎日それからなるんですよ、うん、同じ2時頃ゴツゴツゴツって言って、うん、気持ち悪いなと思ったけれども、ね、まあまあええわと思って、うん、そしたら、1週間ぐらい後ぐらいにまた聞いてたんですよ深夜ラジオね、うんうん、そしたらゴツゴツゴツってなんか下から音聞こえるんですよ、うん、またかと思ってたんですけど、なんかねイヤホン取って聞いたら、うん、いつもとなんか違うんですよ音がね、感覚、うん、自分の感覚ね、うん、なんこれなんか違うなと思ったら、なんか反響してる音が違うんですよいつもの感じと、うん、えと思ってヨーヨー聞いたら、うん、室内でなってるんですよ。おお、うんうん、えと思って、わかります、中に響いてる音がするってことね。えと思って、うんうん、で中入ってきてるなこれと思って、うん、その時はもうゾーッとしましたけど、うん、怖くって、うん、ただやっぱりなんかお金もないしね当時、うん、引っ越せないし、で、まあ、あとどっかやっぱり自分に害がないから大丈夫かなっていう感じがあったんですよ、うんうん、でも室内に入ってこられてるっていうのがものすごく怖くってね、なんか外の一歩手前ぐらいの感じよね、そうそう、あ怖ーと思ったけれども、でもまあ我慢しよう、我慢できればまだって言い聞かせて我慢したんですよ、うんうん、ほなまたそれから毎日外じゃなくって内側を叩くようになったんですよ、場所変わって、うん、毎日それが、あ、じゃあもう外からの音はなくなった、ない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 、内側だけになりました、気持ち悪いと思ってて、うん、そしたらまたね、2時頃ですよ深夜ね、うん、またゴツゴツなるんですよ、うん、またなったわと思って、うん、で、まあ、今ラジオ聞こうと思って聞くんですけど、うん、なんかね変な音聞こえるんですよ、うん、殴ってる音以外に、うん、えっと思ったらよく聞いたんですよ、なんかゴツゴツゴツ聞こえるんですけど、それ以外においおいおいって聞こえるんですよ、うん、えっと思ってようよく聞いたら、うん、男の子がなんか誘ってるみたいに、おーい、おーい、おーいってなんか子供っぽい感じなの、しかもなんかその叩いてる音の方から聞こえるんですよ、だから僕の感覚ですけどね、うん、壁をゴツゴツゴツ流れながら、おーい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 って叩いてる方に呼んでるみたいな感じ、うんうんうん、めっちゃくちゃ怖くって、うん、だけどなんかわかんないけど部屋から逃げるっていう選択肢をなぜかしなかったの、その時に僕は、うんうん、もうそれでも今までなんとかなったっていうのがあったから数週間、うん、イヤホンつけてりゃいいやと思って、うん、またイヤホングッてつけて音量マックスにするんですよ、うん、大丈夫大丈夫っつって、うん、こうしてたら、おーいおいおーいってこうイヤホン越しに聞こえるんですよ、こらいかんと思ってイヤホンパッと取って、うん、そのまま出て、うん、あの近くのコンビニ入って、うん、でもコンビニ入っても落ち着かんくて、なんなんあれみたいな落ち着かないだろうねそら、あ、何が起きたのか分かんなくって、まず、うんうん、気持ち悪くってちょっと整理してね、うろうろするのよ、読みたくもない雑誌見て好きでもないグラビア見てなんかいつもの感じでルーティンにしようと思って、うんうんうん、なんあれみたいな、アイス一回ちょっと置くみたいな、うん、はいはい、え、分かる分かる、落ち着かないときに、ね、なんあれみたいな、そうそう、すっごい気持ち悪くって、でもそれが、うん、すごいリアルで、でも家にはもう帰れないの、怖すぎて、うん、どうしようと思っても朝まで実はもうそのコンビニとか、うん、あともう夜中あのその辺りうろうろしたりしたんですよ、うん、朝になって、まあ、帰りたくないし、うん、そうで戻るんですよ、うん、やっぱ病んでて、うん、声もね音もなくなってて、うん、ああよかったと思ったんですけど、うん、昼ぐらいに、うん、あの管理人さん訪ねてくるんですよ、うん、と思って、あんまないよね、そうで、うん、管理人さんそこに住んでるタイプじゃなくて別のとこ住んでて、うんうん、なんかその引っ越してきましたとか挨拶の時とかに来るみたいな、まあ、用がないとね、そうそうそう、呼ばれた時とかだけ来るんですよ、うんうん、で来られてて、うん、でどうされましたって言って、そしたらなんかその2階の、うん、まあ男性住んでるんだけれども、うん、挨拶とかおしゃべりとかってしたことあるとかって言うんですよ、うん、いやー一回そういや引っ越してきた初日か二日目ぐらいに挨拶行ったかなみたいな話をしたんですよ、うん、柔軟剤かなんか持ってたんですよ、うんうん、男
偉いね。うん。それは母親が引っ越してきた時に絶対持ってきなさいって言われたから、十何台使うだろうから、つって持ってったんですよね。結構いいやつ持って。その時に一回、どうもって挨拶したかなぁ。また交流はないってことか。そうそう。そしたら、やるんだよね、みたいな。もう、最悪なのよね。どうしたんですかって聞いたら、家賃をずっとね、滞納してるのよ。どんどんどくても全然出ないから、もしかしたら、もしかしたらのこともあるから。そうね。そう。ちょっと失礼かなと思ったけれども、コンコンノックして、ガチャッと開けたら、もうほんと最悪よ。もう部屋はすんごい汚いの。とりあえずね。なんかわかんないけどさ、もう部屋の壁、ズタズタに切り裂いてんのよ。ナイフかなんかで。で、なんかわかんないけど、帰れみたいな落書きしたりとか、お札とか貼ってんのよ。ほんと最悪よ、みたいな。壁直すのにね、どんくらい金かかるかわかってんのかしらね。気持ち悪いのが全部ね、腰から下あたりを全部傷つけてんのよ。もうほんと気持ち悪い、やめてほしいわ。もうあれも全部壁変えなきゃいけないや、もうほんとに。って言って愚痴聞いてたんですけど、その愚痴聞きながら、あ、もうこれ絶対引っ越そうって決めたんですよ。壁叩かれたりとか、男の子の声聞くのも引っ越さなかったのに、もうこれはあかんなーって思って、というのも、僕がね、外側の壁、内側の壁、男の子の声とか聞こえたんですけど、でも全部、腰から下で起きてたことなんですよ、僕も。で、低い位置を叩かれたんですよ。これ、どんどんエスカレートしてるじゃないですか。さっき、貴重さんも言いましたけど、外側の壁、内側の壁、男の子の声みたいな。これ、どんどんエスカレートしていくと、上の人みたいに俺おかしくなっちゃうんじゃないかなと思って。だから俺の果てなんじゃないかなって。ああ、なるほどね。むちゃくちゃ怖くなって、俺。難航っていうか先の未来になった。そうそうそう。そしたら俺も壁ズタズタにして落書きして、お札貼ったりとかしだすのかなと思ったら、むちゃくちゃ怖くなって、すぐに僕引っ越したんですよ。もう初めてぐらいかな、あの親にお金借りて、もうちょっとやばいとこいるから引っ越させてくれって言って、引っ越したんですよ。はいはいはい。で、後々、その不動産屋さんに、じゃあこんなんあって、あの、やばいっす、あそこ、って言ったら、実は、数年か、前ぐらい、数年か10年ぐらい前かな、ぐらいに、ある男の子が、あの、DV されて、両親にね、やられて、亡くなっちゃったんですよね、みたいな。それぐらいからちょっとおかしなことが、あの、アパート全体で起こるように。なっちゃったんですよねみたいな。その部屋とかじゃないんじゃなくてアパート全体で起きるようになっちゃったんですよねって話をしてて、そうなんですかって、なんかもうほんと一軒家だったらしくって、でそこで亡くなったからなんか全部建て替えてマンションしてた話をしてて、ね、作りがおかしいんですよ、なんか、で気持ち悪いなと思ってて、でなんか事故物件だからこれ大島テルさんとかで調べたらどうなのかなって、確かに調べたら出てこなかったんですよ、だからおそらくもう新聞にも誰の大人の耳にも入らないように、ひっそり悲しく男の子が一人亡くなってたんだなと思って、結構前のやつだった大島テルもまだそんなに普及してないからね、そういうのもあってちょっと、かわいそうやなっていう、ほんまに遊んでほしいっていうので、おいおいと言うだけかもしれないし、でもわかんないじゃない、それがもう怖くておかしくなるっていうのは ね、でその部屋っていうのが実は写真があるんですよ、建物ね、隣にね、あのマンションが2つあるから、それにと比べるとちょっと確かに浮いてるよね、そう、これ俺が入ってた時、色全然違ってたんですよ、あ、これじゃないんだ、そうそう、だから多分なんか問題あって、色だけ塗り替えたんだなと思ってなんだろうねこれ、浮いてるよね、そう、明らかに、で大島テルさんに聞いたんですよ、こういうとこがあって色だけ塗り替えてるんですよねって言ったら、ああ問題あった物件っていうのは色を塗り替えてクリアにするんですよ、らしいにするんですよねみたいな、ああそれあるあるですよって言われてちょっとゾッとしたんですよあるあるなん、あの管理人ごと頭おかしいんだと思って、ああ、そういうことかもね、あったのに色だけ塗り替えて OK にしてんだと、じゃあそれじゃああの振り出しに戻りにはならんよと思ったけど、そうだね、それなんかねやった方が良さそうだよね、そうそう普通に考えたらね、っていうのが僕実は東京出てきて初めて体験した心霊の話なんですよね、マジであんだなっていう、信じましたね、だからそれで、直接霊を見たわけじゃないからあれだけど声は聞こえたから、そうだね、まあでもあのまんまね残ってたらどうなってたかは分かんないからね、そうですね。
ということで、我々とシボーイズですね、サブチャンネルもございまして、はい、そちらは、としみな T チャンネルとなっておりまして、はい、ラジオ形式で、お話してますんで、そちらもぜひお願いします。はい、僕ら1億人目指しております。1億人突破したら、ルームツアーやりましょう。いやいや、どこのだよ。そこのだよ。あ、そこにね。そこのだよ。人入ってったらもうちょっと難しいだろうね。だから出てってもらって、あ、買い取ればいいか。あ、そうそう、買い取ればいいですよね、ごとね、そうそう、で、そこに住みましょうよ、みんなで、で、生配信すれば、あ、そうそうそう、ルームツアーやりましょう、すぐ元取れんじゃん。ただマジガチやばいから、マジガチやばいからあと上の人はどっか行っちゃってるし、俺も変なことあったし、本当にちょっとあんま良くない。だからなんか腰から下にお札とか貼ってりゃいいんでしょう。あ、そうそうね、こっちだから、なんかそっから上は耳なし、そう、耳なしの位置のお札バージョンみたいな、ね、受印をね、こう下半身だけ、そうそう、スカートのお札みたいにして、あ、ちょっとね、どうにかなるかもしれないし、おのおのでやってきてください、じゃあ僕らがやることはない、お札代を出さないで、そう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 、はい、以上です、ありがとうございました。